You're listening to Shibuya Cross FM. こんばんは、重松さと子のキラックスです。9時50分までお付き合いください。さあ、外の気温なんですけれども、今来るとき、私の来るときはなんですけど、なんと16度でした。びっくりです。今日はとっても暖かい東京です。ですが明日はちょっとね、気温がぐっとまた下がるそうです。皆さん暖をとって暖かくお過ごしください。さて、そして今年最後の私の番組では放送となりました。皆様の年内にやりたいこと、やりたかったこと、そんなはずじゃなかったっていうような思うようなことを募集します。来年になってしまうかもしれないんですけれども、今の放送時間内にそう思うようなことがあったら info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp までお送りください。募集しております。さあ、例えばですね、じゃあどんなのっていうことなんですけれども、そうですね、今日のでき起こったことなんですけれども、なんとこの暖かさで血迷ったか、小さな虫がうちの店に入ってきたんですね。で、店内に虫が入ってきたからわーってなって、お客様のとこなんて言ったら大変なことになってしまいますので、じゃあその虫を駆除しようっていうので、私なんか殺虫剤を持ってわーなんてやってたら、スタッフが先生、お尻に針がついてるって言うんです。で、慌てて、もうそれはもうお客様のとこなんかに行ったらもう大変ですよ。なので、なんとかして駆除して、そして殺虫剤でもし怒らしちゃって刺されたら大変なことになっちゃうので、一発で絶対に仕留めなければこれはならないと思った私は、殺虫剤を置いてですね、ティッシュペーパーを持ったんですね。で、ティッシュペーパーでこう思いっきりもううーんって溜めてから、こう床にくっついて今止まったという時に、バシーッとこうテニスで鍛えたこの右腕を振るったわけですよ。で、そしたらば、なんと自分の手まで床にバチッとこう打ちつけてしまって、めちゃくちゃ痛くなっちゃったんです。なんで今日は指にキネシオテープを貼って参戦という形にさせていただいております。そんなはずじゃなかったという出来事でした。皆様も何でもいいです、なんか簡単なことでいいので、何かあったらお送りいただければと思います。さあ、そして今日もスペシャルなゲストをお迎えしておりますよ。1曲目の後にご案内させていただきます。それでは1曲目はいつもこの曲、タイムマシンです。どうぞ。昔映画で見たようなトリップを君と二人で自由に感じたい。この不思議な感覚伝えるから、手を取って飛ぼうよ。仕方がないから、
それでは皆様こんばんは。今ゲストの方に来ていただいております。なんと2回目、はい、先生遠くから本当にすみません。ありがとうございます。もうね、ご紹介いえいえもう来ていただけて非常に嬉しくございます。日本白だら協会のトップオブザトップ田畑由美子先生でございます。先生今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ今日初めてね見てくださってる方もいると思いますので、はい、こちらのカメラに向かってプロフィールを簡単にお願いいたします。はい、一般社団法人日本白だら協会の代表理事を務めております田畑由美子と申します。アーユルヴェーダーでキングオブアーユルヴェーダーとも呼ばれているメニュー白ダーラが皆様の健康のお役に立てるようにと普及をしている、そういうような活動をしております。本当ですね、はい、助けられている方がたくさんいらっしゃいますよ。ありがとうございます。いろんなお話も伺っておりますよ。あ、本当ですか。はい、楽しみです。はい、こちらももっと先生にもっと深いことを聞けると思って、はい、心待ちにしているファンもいらっしゃると思います。ちょっとドキドキしますがよろしくお願いいたします。はい、先生に質問などを聞きたい方も先ほどお伝えしました左下に出るでしょうか、info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp の方にお送りいただけましたらば、先生の方に質問の方の方も可能ですので、はい、どんどんお便りお願いいたします。はいはい、お待ちしております。はい、はい、でできれば2曲目までにお願いしたいです。その後だとちょっと読み上げてあげられない方もね、うん、いらっしゃるので、ぜひね、はい、その後先生に見ていただくことは可能なんですが、返答のしようがないという悲しい状況になります。もし大丈夫でしたら2曲目までにお願いいたします。さあ、それでは、はい、先生の方で新しい CM ができているということなので、はい、先に CM の方をちょっと拝見させていただけないでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。白ダーラの常識を革命的に変えたあの日本白ダーラ協会があなたの店舗に白ダーラを。脳の唯一のトリートメントといわれる健康法、インド5000年の英知白ダーラ。体で最も重要な臓器である脳にアプローチできるとして海外でも注目されながらも、長年店舗への導入には高いハードルがありました。しかし白ダーラ協会では、白ダーラ革命によりその導入を身近なものに。アクアオイルで多くのオイルの問題を解決。シャンプーも不要で施術者とお客様の負担を同時になくし、特許取得の白ダーラキットにより出張施術が可能に。そして脳波測定器による裏付けもある安定したリラックス効果も。白ダーラを一言で言うならば、脳のケアと言われているんですね。頭蓋骨、髄液、そういったものも利用しながら、唯一脳が揉めるトリートメントなんですね。神経系がリラックスされ、美しさだけでなく生命力が蘇ってくるような、そういった手応えを感じるメニューなんです。ぜひですね、皆様の技術にプラスオンしていただいて、お客様により結果を出していただけるメニューとしてご検討いただければなと思います。さらに詳しい理論、技術は白ダーラ導入講習でぜひご体感ください。随時受講受付中。詳しくはホームページへ。できてますね、先生。すごいですね、プロが作ると。もう、すみません、今オンになったみたいですね。ごめんなさい。そうそう、サインをもう見過ごしてしまうぐらいちょっと見とれてしまいました。ありがとうございます。うちのキットとまたちょっと違うやつで、いろいろ改良されて、はい、改良されて。そうですね、もう本当に会員さんたちのお声をもう本当に生かさせていただいているので、もう会員さんと共に作っている協会ですね。いや、そんな風に言っていただいて、頭ごなしにこうしろではなくて、ね、意見とか組んでくださって、それもあって、あの時ちょうど話に出てた脳波測定というのが、そうなんですよ。できたんですね。脳波測定させていただいて、実際に素晴らしい実験ができまして。いかがでした？医学会でもね、発表させていただいて、今そういった発表が日本健康促進医学会とか未病改善医学会、日本統合医療学会、そして今年はアーユルヴェーダ学会でもデータの方を使っていただいて、あと本当にちょっと感動したのが、日本
外来精神医療学会、はい、でもあの私 の, あのこの実験の内容をデータでちゃんとこうあの使っていただいて、本当に現場の先生、日本では6名しかいない素晴らしいアーユルヴェーダドクターがあのご自身であのしっかりといろいろ作り込んでいただいて発表していただいて、うんうん、アーユルヴェーダドクター、うんうんうん、あの日本ではねちゃんとこう西洋医学とかちゃんと医大に行って勉強して取られると思うんですけど、はい、あのインドにはグジャラート大学っていうアーユルヴェーダのちゃんと国家資格のようにライセンスを取ってる発行してる大学があるんですよ。グジャラク大学、グジャラート大学、うん、グジャラート大学、うん、すいません言いにくいですよねそのグジャラート大学になんと日本の女性で看護師の資格持ってらっしゃるんですけど、その方が国費で7年半あの資格を取られて現地でも活躍されて7年半インドで頑張ってこられて、今は日本のためにですねあの、産婦人科と精神医療科にあの携わりながら全国各地で講演もしているという素晴らしい田畑ひとみ先生という、あれどこかで聞いたその方も田畑先生とおっしゃるんですか。そうなんですよ、同じねあの響き漢字は違うんですけど、田畑という姓の方は皆さんビッグになられるんですかね、はいどうでしょうか。でも志高く嬉しいですね、その方も すごい素敵な先生ですね、うん、本当に今どの辺の方で活躍、今はメインは福岡ですね。福岡か、遠いな。でもその先生ももう東京とか、あちらこちらで呼ばれれば講演をされているので、もう本当にどこにいるかわからない先生ですね。白だら協会にもあの本当に素晴らしいお話を講演に来てくださったり、あのゲストでお呼びするんですよ。わあ嬉しい、心よく来てくださるんですね。そうですね、本当に気さくな素敵な先生ですよ。ダブル田畑さんは素晴らしいですありがとうございますそうなんだ、はい、そんな素敵な方が、今はでもあれですよ、うん、先生だってあの、はい、どこにいるか分かんないですよ。いつもあの、ね、3人ぐらいいるんですかって聞かれますけどねそうだってSNS で見てる先生もう本当各国行ってるような、うん、各地を巡って動かれてますよね、うん、まあなんかこうじっとできないんですね、なぜかしら。いやいや求められてるってことですよねと言って私も求めて呼んでるわけですけどおそれこそ重松先生もね本当にもうすごい活躍なので、いいえ先生の足元にも及ばないようなあれですけれども、でも先生のその元気な源っていうのはやっぱりダーラですか。もう白ダーラは欠かせない、うん、もう本当にね、あのねダーリストさん同士だから私も一ダーリストなので思うんですけど、自分のケアも大事じゃないですか。とっても人にねやってって言って自分が受けてないということはちょっとね寂しいと思うので、まあ、医者の不養生ってよく言うようにね、もうお医者様もね人の健康のために生きていながらね自分は後回しになっちゃうんですよね。そうなんですよね。いやあのまさにうちのスタッフとか、やりたいやりたいって言ってどん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 、あれかもしれない、やらないといけないですね。絶対やらないといけないので、私はもう月に2回ぐらい受けてるんですけど、うん、どうしても出張が続いて戻れないと月に1回になるんですけど、うん、もう本当に必ず受けて、で調子が悪ければ1週間に1回2回と受ける、続けて受ける時もあるんですよね、うん、でスタッフなんかも受けてなかったら最近受けてないんじゃないのって言ってもうで強引に受けてもらってますあでもいいかもしれない、うん、あの体の軽さとかね全然違う、あのひらめきだとかっていうのもやっぱり鈍ってきますからね、うん、そうなんですよ。仕事が忙しくなって、でも忙しいんですっていう時こそね受けなさいって、うん、そしたらねちょっと頭も整理してもっと軽く動けるので、うん、忙しい時こそたった30分ねあの寝るだけでできるので、うん、その後の回転率を考えれば貴重な30分だと思うんですよね。そうですよね、うん、よくあのどんなコンスタンスにどのぐらいのあれで受けたらいいですかなんて言われるんですけれども、うんうん、はいはいはい、まず1回目では本来の白ダーラを私は体感できないというふうに思っていて、やっぱりその知らない初めて来るお店だったり、もしそうじゃなかったとしても初めて白ダーラを受けるお店っていう時にこうね緊張してどんなことされるんだろう、目をねタオルで隠される時点で私大丈夫なんだろうかとかね、一体どんなことされちゃうんだろうっていう不安があると思うので、それが遮ってしまって本来の白ダーラのあれまで到達がちょっといってないんじゃないかなと思うので、うちでは3回必ず
やってほしいって言ってるんですが、いやそれでもそれですぐ分かる人は分かるし、足りない方は足りないんじゃないかなって思うことがあるんですけど、じゃあその後3回受けた後どういうペースで来たらいいんですかとか、やっぱこれも人によって違うし、そうですね、なんといってご説明したらいいですかね。もうこれはもうあの個体差個人差がすごくあるんですよね。あの重松さんがおっしゃってるようにやっぱり3回で感じる人はいるんですけれども、本来白ダーラってね、あの1回受けてっていうものでは絶対ないんですよ。そんな簡単なものではなくて、あのよく美容室なんかの話を例えで出すんですけど、髪の毛が伸びて1回切ったらもう終わりっていうわけでは絶対ないですし、ないですねないですよね。あのそういうイベントで受けるものではないんですよね。で脳に必ずゴミも溜まっていくので、しっかり揉んで出してあげるっていうことは一生やらないといけないので、一生って考えたら3回5回10回でも当然少ないので、とにかくずっと続けていただくっていうイメージをまず持ってもらわないとダメなんですけど、普段揉まれていることがあまりないので、あの体感があまりわからないんですよ。だけどあの皆さんもよくサプリとかも飲まれますよね。1ヶ月飲んでも効果は感じないけども、でも健康のために飲むみたいな方も多いと思うんですけど、白ダーラも劇的に効果を感じる方もいれば感じない方もいるんですけど、間違いなく健康にはいいですし、そうでなかったら5000年の間生き残ってないんですよね。そうですよね、民間療法でずっとなくならない手法ですからね。で実際インドで治療として病院でも使われているぐらいなので、絶対素晴らしい効果があるんですけど、一つアドバイスできるなっていうのは、やはり白ダーラを受けるときにですね、あのちょっと目標っていうものをイメージしてほしいんですよね。目標ですか？例えばこの白ダーラを受け続けていくことで眠りがね良くなるとか、頭痛が取れるようになるとかね、仕事の、効率が上がるみたいな、そういった結果、何か自分が欲しい結果をイメージしてもらってちょっと受けてほしいんですよね。よくありますよね、そういえば快適だったから気づかなかったけど、頭痛最近ないなとかって言われることありますよね。だから最初にちょっとどういう風になりたいかということをイメージして、3回5回受けていくうちに、確かに最初にイメージしたこと、カルテとかね、サロンの先生ちゃんとつけられて、ダイリストさんもつけられてると思うので、それをしっかり覚えていただいて、継続をして追跡をしていくんですよね。睡眠の質が何回で変わっていったかとか、あと最近ではね、ダーリストさんで神奈川のね、七里ヶ浜でされてる先生なんかは、睡眠改善に力を入れていて、眠れなかった方がしっかり卒業できるまでちゃんとこう睡眠の質が上がったとか。嬉しいですね。嬉しいですよね。だそういう方もありますし、あとはこうお医者様がねこうおっしゃってた、最近ちょっと医学会でも発表をさせていただくことで、いろんなお医者様が教えてくださるんですけど、もう本当にありがたくて、やはりこうどんな素晴らしい治療であっても、その人ご自身が感じやすい人と感じにくい人がいると。やっぱり普通に考えて5回は受けてほしいんですって。5回だから3回目までっていうのはサロンの空気であったり、トリートメント自体の工程流れだったり、セラピストやダーリストさんの手のぬくもりであったり、いろんなものを試されてる段階なので、正直トリートメントを味わえてないんですよね。しまったうち3回ですね3回でようやく空気に慣れていくという感じ。そうかもそうかも、やっとなんか喋ってくれたりね。そうですね。ただもうすでにそのサロンに関してご存知のお客様、ご新規の場合は3回ぐらいはそういう状態だけど、すでにセラピストさんやダーリストさんのことも知っていて、サロンも分かっていれば、3回目でもねちゃんと感じていただけると思うんですけど、ご新規の場合はやっぱり3回ぐらいはまずサロンに慣れていって、そして5回目ぐらいからちゃんと効果を感じていく。そしてそれでも感じにくいという体質の人、たまにないですか？すごく緊張する人、グッてなってる人ね。そう、力を抜いてくださいって言ったら抜いてますって言うけど、抜けて抜けてないんですよ全然。本人は抜いてるつもりなんですけど、ね、力入ってないですよって言うんですけども、 ねカチカチ入ってるんですよね。力が抜けるまでにも時間かかる人がいるので、そうすればやっぱりね10回ぐらいかかるとお医者様もおっしゃって10回、
でもね、やっぱり、感じなかった人が感じるようになった時って、うんうん、すごいお言葉いただきませんか？いただきますね。ダーリストさんの例を紹介すると、はい、まあ、うちはダーリスト養成講座っていう体験会とかもあって、よくお問い合わせであるんですけど、はい、ある時4名ぐらいお友達同士、アロマの先生だったりとかね、4名先生たちが体験に来られて、で1人の人は即感じられて、もう即習うというふうにね、もうすごい勢いで習っていかれたんですけども、その一緒に来られたお友達の1名は実は1回目あまり気持ちよくなかったと、うんうんうん、で私はもう説明するんですよ。白だらイコール気持ちいいというのは大間違いで、うん、違いますからね。違いますからね。求めてるものが、そうなんです。どう揉んでるなので、誰でも肩もまれて気持ちいい人もいればくすぐったい人がいるのと同じで、うん、気持ちいいとは限らないんですよ ね。そういう説明を聞いていたので、まあ、気持ちよくないタイプなのかな自分はと感じられて、うん、そこからちょっと、まあ、でも白だらってすごいメニューだから試させてほしいと、うんうん、お客様として今から5回今日の1回は除いてあと5回通いたいって言われたんですよね。でもそこでそう言ってくれるのは、うん、ちゃんと本物を見ようとしてくれてますね。そうですよね。すごい真剣ですよね、うんうん、やっぱりその彼女のコミットは自分のお客様をいかにやっぱり元気にしていくかということを目標に持っていらっしゃるので、だからかいい人ですね。いい先生ですね、うん、ご自身も大病された経験があったからトリートメントの大切さをご存知なので、でそれからその5回受けられました。そのうちの3回目ぐらいまであまり心地よくなかったんですって。なんかこうおかしいなと、自分は合わないのかなと思って、4回目の時に急に開花したようにすごく楽になって、でそして最後の5回目の時には本当に昔病気から蘇った時の爽快感を味わわれて、これは間違いないということで、やっぱそこから学ばれた方もいらっしゃるんですよね。わでもそれこそ本当に本物だからこそ、分からない人に自分がこうだったからあなたもこうだって言ってあげられますよね、うんうん、そうなんですよ。もうその方は毎月100人ぐらいも施術されて、もうお忙しになってますね。100人、はい、すごいですね。すごいですね。もう予約取れなくなっちゃいましたね。もうだ白だらばっかり、白だらされてます。もうなんか嬉しいような。そうですね。だからもう先生自身の体も大事にしてねっていつも会えば言うんですけどね。優しい先生のそういう一言がいつも私も癒されてます。ありがとうございます。お客様どうだけじゃなくてね、取った免許を取った方にも一人ずつ声をかけてくださる、そんな方の先生ですよね。私もダーリストですから、ね、先生もやってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。奈良の皆さん、はい、やってあげてますか？先生もでもやっぱり自分が今タイミングだなっていう時に気づいてやられる感じですよね、うんうん、そうですね。もうスタッフが私の変化を感じて白だらしましょうかって声かけてくれるので、優しい。本当に助かってますね。でもそれがまだ分からない人っていうのは、うん、じゃあその分かるまでしばらく受けて、うんうん、受けた後にじゃあそこで分かるようになったら自分であーって気づいた時に、あーだんだん重くなってきたなでもいいし、うんうん、何かちょっとおかしいなとか、うんうん、ひらめきが鈍いなとか、うんうん、何かそういった自分がコントロールできてないなっていう時にやってもらえばいいんですかね。そうですね、まあ、できれば何か感じる前に受けていただきたいというのはあるんですね。で、アーユルヴェーダーっていうのは本当に予防医学なんですよね。そうですね。でこの間ちょっと感動した田畑ひとみ先生のお話なんですけど、もうすごい素晴らしい真意、真実の医者、真意とは何かって質問をいただいてね、はい、なんかこうみんなで考えて、すごいもうみんなが諦めてもう治らないという不治の病を治すスーパードクターかなみたいなね、はい、思うじゃないですか。そうじゃないんですって。何ですか？アーユルヴェーダーでは病気にならない体を作るっていうのが真の医者なんですよね。中国だと町に自分のもう担当医が決まっててって言いますよね、うんうん、で病気にさせないのが医者の仕事だっていう。そうなんですよ。なので白だらとかはそのためのトリートメントなので、もちろん病気になってからも受けていただいている方いっぱいいてね、もうお医者様がびっくりするような改善をしてくださってるんですけど、まずは病気にならないようにもう日常の生活の一つとしてね、トイレに行くぐらいの感覚で、トイレに行くぐらいもう絶対常にやっといていいよっていうぐらいな、はい、もう脳がない人はいないと思うので排出するのと一緒で、一緒で脳の、ね、ゴミも出していただいて、脳が元気であれば私たちが寝ている間に脳は体の修理をしてくれているのでね、まあ、朝起きた時の疲労感も全然違うんですよね。
あ、私も受けなきゃダメかもしれません。もうぜひ受けてください。しまった、そうか、うん、そうだ、受けてないですね最近ここのところ。だから朝が、そうなんです、だから定期的に受けていただく、ね、それをまず回数がわからない方はちょっと最初はまめにね、なんかイベントのようにまず1回受けてみようじゃなくて、まあ、先生がおっしゃるように3回とりあえずちょっと連続で、できれば1ヶ月に2回か1週間に1回ぐらいの頻度で受けていただいて、でそこから調子良ければ月に1回か2回ぐらい、できれば2回が理想ですね。うん、2回ですね、わかりました。でも病気の人は毎週来られます。本当にまあ、抗がん剤の治療とかを合わせて毎週抗がん剤を入れるたびに受けられる方もいますので、ね、耐え難い、ね、だるさとか痛みとかね、副作用を消してくれるのでね、それはありがたいですよね。お医者様も喜んでいただいて、まあ、そういう方もいるので、まあ、1週間に1回だったりとか、ひどいこう倦怠感とかがあればちょっと 2,3 日1日おきぐらいちょっと詰めて受けていただくっていうのもありなんですよね。なんかそんなになんだろう、こう揉み返してガーとかオーバートリートメントっていうのがあんまりないので、安心してね、受けていただけると思いますけどね。いろいろ質問を前回あれさせてもらってからあった中に、やっぱり周りの音が気になっちゃうとかね、その目をつぶってやっぱりマスクまでされてますから、五感がやっぱりさえ渡ってしまってて、音が気になる、音が集中して、どうしてもこのダイアラに集中できないとかっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、本場だとね、雑踏の中でやってたり、病病と風が吹いてもダーラが動いちゃうようなところでやってたりっていうのもあっても効果があるとされてますよね。そうですね、なんか、日本人っていうのは少し繊細なところはあるので、気になっちゃう人もいて、あとはその白ダーラをしてたら下のバケツにですね、なんかオイルがちょろちょろちょろと流れてくる音が心地いい人もいれば、あれがうるさいっていうね、なんか小川のせせらぎみたいな音がうるさく感じる人もやっぱいるわけですよ。お疲れなんでしょうね。そうなんですよね。なんかそれがもう気にならなくなるまでやっぱり神経が高ぶってるので、やっぱりちょっとまめに受けて、頭がもう言えばもう飽和状態、もう表面張力のコップのお水のみたいな、だからもういっぱいいっぱいですね。いっぱいいっぱい、だからもうそれを減らしていくってなると、もうだんだん気にならなくなってくるんですよね。そうか、そういう人ほど本当は受けていただきたい、受けてほしいなんか先生のお話でもたくさん、ね、エビデンスというか、お話をいただいている中で、前のとちょっとね、感想というか、いただいたお話の中で、チャクラというのが人体にはございますよね。はいはい、ありますね。そのチャクラの色がダーラでよって出てくる、それが前回ね、はしょってしまってもしくは教会に連絡してくださいということに言ったらば、教会に連絡する仰々しいことはなかなかできないというのでメールで来て、それをぜひラジオでもみんなも知りたいと思うので、先生方はチャクラの場所と色と何個あってっていうのを知ってるかもしれないけれども、プロから聞きたいというお声をいただいております。でも興味持ってもらって嬉しい。 ありがとうございます、はい、先生生意気を申して恐縮なんですが、一つここはちょっと教えていただいても大丈夫ですか。うまく説明できるか自信ないですけど、はい、これはまだね、実はチャクラというのは研究段階で、はい、アイルベーダの5000年の歴史の中でも、その昔の古典にはチャクラが実は書かれてないんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。割と最近になってきてから、どんどんとこうチャクラのっていうのものを築き始めて研究を始めているというところなんですね。あ、そうなんですか。なんか5000年ではなく2000年ぐらいとか、それでも古いんですけどもね、なので本当にどんどん近代になってからもっとこう詳しく調べられているというところがあるんですけど、私たちの体の中には7つのチャクラがあって、もう下腹部も下のとこ、尾底骨の下から1,2,3と上に順番で上がっていくんですよね。で、なんとなく、等間隔に近い状態っていうと、ざっくりとした説明なんですけれども、下腹部であったり、胸腺、胃のあたりであったり、喉であったり、額であったり、頭のてっぺんであったりっていうところで7つこう中心線に並んでいる感じなんですね。で、そのチャクラっていうのはある意味急所のようなツボのような場所でもあって、また私たちってこう人体エネルギーがあるというふうに言われてるんですけど、それをこう体の中でね、循環させて
て元気になったり、あとはオーラとなって外に出したりをしたり、またその自然のエネルギーを取り込んだりっていうところが、そのチャクラっていうもののこの7つのポイントを使っているそうなんですね、はい、でチャクラっていうのはサンスクリット語で車輪っていう意味なので、それをくるくるチャクラを回してエネルギーを入れたり出したりしているというところなんですけど、一つ一つのチャクラに周波数がある、共鳴しやすい周波数があるっていうんですね、はい、それが色も皆さんがご存知のように周波数なんですよね、赤い色の周波数を見て赤みたいな、なので下から赤になってきて、次だんだん腸のあたりとかなってくるとオレンジとか黄色というチャクラになってくるんですね、はい、第1、第2、第3ぐらいはちょっと暖色系の色になってきて、うん、そして第4ぐらいのところはこの緑のチャクラ、うんうん、で喉は水色、うん、で額とか頭は濃紺とか紫とかね、そういった色になってくるというふうに言われているんですね、崇高なチャクラとね言われていますよね。そうなんですね。でそのチャクラに近いところにダーラも落とすから、またこれまた面白いですよね。すごいツボでね、またこの私たちが落とすチャクラは第6チャクラというところに落としていくんですけど、第6チャクラの大事なところっていうのは脳とか消化体とか脳そのものに影響を及ぼすチャクラと言われていて、そしてその脳から全身に影響を及ぼす、まあ、皆さんも分かりますよね、脳がいろいろ喋れとか手を動かせとか言うから動くみたいなね、体を動かしてくれるので、その脳にしっかりと効果を出していけば全身のトリートメントができると言われていて、だから第6チャクラのトリートメント、まあ、いわゆる白ダーラっていうのは全身トリートメントになるんですよね。面白いですよね。面白いですよね。本当に、うん、車輪って先ほどおっしゃられましたけど、はい、サンスクリット語で、その車輪がくるくると綺麗に回ってないとダメで、よくちょっと下世話な話で、これも何も何か実証があるわけじゃないんですけれども、ヒエラルキー写真でしたっけ、はいはいはい、でオーラ診断っていうのを取ると、はいはい、そのチャクラが取れるっていうね、でその車輪が乱れてると、まあ、綺麗な丸にならなくてっていう、多分先生ご存知だと思うんですけれども、そうですね、なぜか白ダーラをやった後に、うんうん、ヒエラルキー写真をやると、はいはい、揃うんですよね。わすごい。いやでも全く綺麗だって言ったじゃないんですけども、でも例えばそのちょっとマッサージをして何かすると規定のチャクラのところがちょっと整って、ちっちゃな点しかなかったような赤いのがちょっと大きくなったりとかっていうのはあっても、全くトリートメントとか体とか他のツボは触ってないのに、シロダーラを受けたらなんとなく丸が揃ってくるんですよ。おすごい、それは面白い、興味深いね。だからこれって何が起きてるんだろうって思うんですけれども、何か起きてるのは分かるんです。また違う時に受けても同じようにやっぱ乱れてるんですよ。だけど白ダーラを受けた後に撮ると、うんうんうん、あれこれ何っていうのがあるんですよね、うんうん、かすごいんですよ ねやっぱり脳がいろんなところに指令を送って、司って動かしてるっていう、これは面白いなと思いました。そうか、本当脳ってすごいので、今その先ほどね実験の結果を医学科で発表したという話もしましたけど、うん、本当にありがたいことにダーリストさんが有志でね脳波測定会っていうのを企画してくださって、もうなんていいダーリストさんたちと思うんですけど、助けてくださった皆さんありがとうありがとうございます。本当に本当ですよね。もう本当企画していただいて、脳波系の会社も協力していただいて、その脳が白ダーラでいかにリラックスするかをしっかりと測定してるんですよね、うん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 、でこの間1回目が終了して、また1月にあるんですけど、はい、継続していく変化を今から追いかけていこうということで。いいですね。1回目はどうだったんですか。1回目やっぱりリラックスする方がほとんどですね、うん、ちゃんとシータ波が出るっていう意味で、シータ波も、あとシータ波とアルファ波も、うんうん、7名実験したんですけど、そのうち1名がちょっとエラーが出ちゃったんですね。なので有効データは6名だったんですけど、うん、シーター波増えたのが5名。あ、でもほとんどほとんどですよね。普通はね、インドの宅発とかやってシーター波を出すために頑張って修行してる、そうなんですよ、ね、僧侶さんとかは、うん、そのためにそのね、寝てんのか起きてんのかっていう、うん、ちょうど真ん中のところのシータ波っていうところにいるための修行なのに、もうそれが手軽に出せちゃうっていう。しかもその出せなかった方っていうのは後からね言って聞いたそうなんですね、そしたらいいデータを出そうと思って気合い入れちゃったって言って、うん、逆に緊張してマインドコントロールしちゃったんだ。そう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 、らしいですよ。まあ、そのもったいないもったいないです ね、うん、ですね。でもある意味それっていうのはお客さんでも初めての白
ダーラだから絶対アジアはなきゃなくっちゃみたいな無理して起きちゃうと、まあ、体感が出なかったりということですよね。先生それすごく見てて思います。あの、ね、すごい楽しみに来てしてきたんですって言われる方がいると、ね、ああどうしようって、どうやって落ち着かせよう、どうやってゆったりした気持ちにさせようってすごいいつも考えます、うんうん、ですよね。なんか本当にもう何も考えないのが一番ね、受けていただく方にはね、はい、もうリラックスして家にいるようにね、もう家のお布団で寝る感じのねイメージをしてもらえると一番嬉しいですよね。本当なんですよ ね。でももう期待してきちゃってるから、うん、ドア開けた瞬間、今日はもうダーラだから、そうなんですよね、もう先生今日期待してきたわよって言われると、ね、嬉しいんだけど、すごく嬉しいんですけど、うんうん、違うの、まず落ち着いて本当の境地に連れてってあげたいから、うんうん、どんだけリラックスしてほしいかっていつも思うんですよ、うん、だからこそまめに受けるのがいいんですよ ね。1年の1回にもし白ダーラにしちゃうと、今日はこの1年に1回の白ダーラだみたいな気合い入っちゃうからもったいない、もったいないです。本当に先生貴重なお話をちょっとまだ続々と聞きたいんですが、はいはい、ちょっと2曲目に行って、はい、メールの方のチェックをさせてください、はいはいはい、それでは、先ほど歌ってる方のご説明をするのを忘れてしまいました。申し訳ないです。先ほどの方はアンダープレイヤーさんでタイムマシンでした。これから流すのが、ワンフォーオールカラフールさんです。よろしくお願いします。だから One for all 未来を見つめる君の明日のために照らす太陽、澄んだ空はいつもどこまでも一つさ、響けこのメロディー。突然唇触れて笑顔になれる、満たされるような、なんだかいいよね。ふっと思い立ってスキップしちゃうようなフィーリング、面白いよね。どうしてだろう、僕らの未来を描くために選んできたのは間違いじゃない。仲間たちの声も胸を張って笑い合って歌おう。そのさ One for all、 いつでも All for one、 手を取って上を向いて、無限の愛を、単純なことさきっと気づいてるから、優しくなれる。
でも For one 手を通って上を向いて無限の愛を単純なことさきっと気づいてるから優しくなれるだから喋れば先生、それではですね、時間をだいぶ押してしまってるんですけれども、喋、はい、りすぎたかな、あ、ごめんなさい。でも聞きたいことってやっぱりまだまだあれ、ねはい、で一番最初 の、あの年内やりたかったこと、先生のやりたいこと、はい、やりたかったことでもいいんですけれども、うんうん、もしくはこんなはずじゃなかったっていうような、うんうん、なんかね、意外となんか今年結構まああの楽しめてきたかなと、なんか失敗ももちろんしててね、こんなはずじゃなかったっていうのもあったんですけれども、なんだろう、なんかあの仕事の面では本当にこうあの断捨離もしてね、断捨離もして、まあ、年内これからまたねあの奈良に明日帰るんですけど、明日、はい、お疲れ様です事務所のまた断捨離もしてね、なんか必要だと思ったものが実は必要じゃなかったっていうこともあったりとか あったんですけど、まあ、今年やり残したことで言えば、私はちょっとプライベートを今年は充実させようと思って、はい、お先生忙しいのに、そうだ、なんか仕事ばっかりしてなんかこう楽しみないのとか心配されるので、仕事が好きなので楽しみだったんですけど、なんかそう見えるのもちょっとねなんか悲しいのかなと思って、なんかプライベート楽しもうと思って、で結構プライベートも充実してきたんですけど、あの私本当映画が大好きでね、はい、であと車中泊とか DIY とかが好きで、車を買って、DIY 大好きなんですよ、もうホームセンター行ったら1日過ごせるみたいな、意外です、本当ですか、はい、いや結構好きなんですよ、おっさんオブザおっさんっていう家族には称号おっさんって言われる時もあるんですけど、イメージと全然違います。それが結構ねあの癒しなんで、ワンちゃん病気の、まあ、高齢犬がいるので、ワンちゃんとね、うん、あの自然が好きだからこう温泉とかを探していくっていう車中泊をするんですけど、いいですね、その中でね、いいでしょう、なんかこう、はい、リフレッシュするじゃないですか、で私はそういうとこで映画を楽しみたかったんですよ、車中泊で映画を、そのコテージというか、車の中で、車の中で、はい、あの iPad とかで今 Amazon プライムとかで映画見れるじゃないですか、なんかそういう風にもう映画も楽しんでっていうことをしたかったんです。もしくは映画館に行って、うん、ちょっとこうゆっくりと座ってね見たいっていうのがあったんですけど、今年はねもうちょっと本当映画が見れてないんですよね。だって先生忙しいよ映画ってだって2時間は拘束されますでしょ、はい、先生にそんな暇があるわけないじゃないですか。その時間を作りたいです ね、本当はなんかこうね分かってるんです、いろんな先生方に言われて時間は重松くん作るんだよっていう風に言われるんですけども、先生もこうね手を振り払ってノーと言える方ではないので、はい、やっぱり言ってね声かけられることも多いと思いますし、ね、なんか呼ばれたらどこでも嬉しくって言っちゃいますね助けられてます正直みんなそう思ってると思います、うん、なんか移動を車で行くようになったので、そういったところでは結構楽しめるようになってきました。本当です、先生休んでんのかな、休んでますよいやでも考えてください、はい、グランプリを取った先生ですからねこの手で、そうですね、取れましたね。で金槌と、そうですね、釘を持ってやっちゃいけないやっちゃいけないことやってますね。いや多分きっと先
生のファンの方、あ、でも先生がでもそれで元気になるんだったらやってもらった方が、そうですね、怪我しないでね、怪我しないでねっていうぐらいしかあれなのかな。なんかしっかりね、軍手ははめますけどね。軍手ねあのぜひあのポチポチのついた軍手でお願いします。わかりました。滑らないから。はい、わかりましたね、意外です。先生にそんな趣味が終わりなんて。でもその DIY があったから白ダーラの設備が発明できたんですよ。あ、そうなんですか、あれはでも職人さんに依頼して作って、今はねもうプロが作ってもらってますけど、最初の第1号っていうのは自分でホームセンターで木を買ってきて自分で釘を打ってで作って、それで特許を取ったので、すごい知らなかったです皆さん知ってますそんな話ダーリストの方もねたくさん今ご覧になってるとは思うんですけれども、初めて聞きました。あの本部には1号機からちゃんと展示してますよ。1号機ぜひそれネットで上げてちょっとそういうのもダメなのかな、上げちゃあれなのか、まあ、どうなんでしょうね。あ、そうか、先生の思い入れの愛機っていうのがそれぞれあるわけですね。そうですね、ありますね。で先生の歴史とともに、はい、皆さんの声とともに成長してますね。謙虚だな。いやいや、先生何年目になりますか。そうですね、セラピストとして18年ですけども、うん、教会ができて6年ですね。セラピストとして18年、教会として6年、はい、こっからですね、まだまだ赤ちゃんです、いやいやいや、でももう今会員がだってどのぐらいになられましたか。今そうですね、全国42都道府県で200数十件ありますね。多いですよね。いつもあの大会やビューティーワールドといってね、こういったあのこういうのがありますよとする大きなね、あの会場や催し物をやってるところがあるんですが、もう常にソールドアウト、常に人がいっぱい。そうですね、もうね、展示会は出ないで、ちょっとしばらく出ないでおこうと決めてまして。あ、どうしてですか。もう本当になんかちょっとこうゆっくりもっと話したいなって、雑踏の中でね、なんかこうおもてなしもできないじゃないですか。なので、まあ、一つだけもう去年からお話があったアロマ&ハーブエキスポっていうのが東京であるんですよね、来年の4月に、はい、なんでご興味のある方はアロマ&ハーブって調べていただくと、そこではお会いできるかなと思うんですけど、もうなるだけ展示会では出ずに、でまたありがたいことにね、ちょっと病院さんの方で、医学会の方で発表したつながりもあって、クリニックで白ダラ扱うというところも増えてきたり、ありがたいですね。ありがたいですね。あと上場してる大きな、皆さんでも多分ご存知の大きな会社の福利厚生に入らせていただいたりとか。福利厚生、はい、じゃあもうそのドクターからのエビデンスがあって、ぜひうちの社員にってことですね。そうですね、従業員さん社員さんたちに保健室のような形で、はい、その定期的に通わせていただいて、そこで白ダーラを受けてもらうということをね、することになってきましたので。じゃあその会社はもうひらめきがバンバン。そうですね、ですよね。ひらめきとまず睡眠がよく取れるのは、これもう二大巨頭でよく、他にもいろいろ付随するものはありますけど言われているので、もうその会社またグッときます ね、社員さんたちが幸せになると思います。あ、もっとちゃんと続けて私もやらなきゃぜひ、ね、本当に先ほど のミーティングの時に、ね、お話を伺ったんですけども、とにかくその突き抜ける軽さだとか、元気だったんだけど、受けたんだけど、だけどもっと本来の自分でこんなに元気だったんだっていうところに気づけた方がたくさんいらっしゃるっていうお話をね、それって嬉しいお言葉ですよね。嬉しいですよね。なんかその人らしくの健康、なんかこうあるべきだじゃなくって、自然体でね、もう仕事も楽しめて、プライベートも楽しめて、本当にしたいことをやれるっていう、そういう自分になるためにね、白ダーラは多分貢献できると思いますよ、ね、先生が自信を持ってお送りできますよね、はいはい、また先生全然いらしたメールとか来たのに答えられてません、はい、メールを書いてくださった方非常に申し訳ないです。次の時から個人でちょっと返そうと思います、はい、非常に申し訳ないです。先生またぜひ遊びにいらしてください、はいはい、ぜひ呼んでください。ではあちらのカメラに向かって、はい、皆さんまたお会いしましょう、はい、ごきげんよう。来年もまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。